令和2年9月15日、阿蘇市黒川の道の駅阿蘇で、道の駅ひんやりスイーツ総選挙2020の表彰が行われました。この道の駅ひんやりスイーツ総選挙2020は、JAF 日本自動車連盟と関西、中国、四国、九州じゃらんが主催、2017年から毎年行われています。今年は、関西、中国、四国、九州の131の道の駅から応募があり、道の駅阿蘇がエントリーした阿部牧場の阿蘇ミルクソフトクリームが九州2位、熊本県内では1位、全体では6位を獲得し、昨年の11位からのランクアップとなりました。式では、JAF 日本自動車連盟熊本支部の鬼塚義忠事務所長から、運営者の NPO 法人阿蘇田園空間博物館の山本昭雄理事長に表彰の盾が手渡され、記念ののぼりも設置されました。式の後、阿蘇ミルクソフトクリームを食べた鬼塚事務所長は、やっぱり美味しいですと感想を口にしました。表彰を受けた山本理事長は、本当に嬉しく思っています。励みになりますと感謝を述べていました。